金谷町。金谷町は、富山県高岡市の地名。中心市街地にもほど近く、かつては、高岡同期産業の中心として栄えた。郵便番号は933-084日。1609年、慶長16年、加賀藩の藩主、前田利長が、高岡城を築城、高岡の町を開いた時町の繁栄を図るため、1611年、 慶長16年に、金森八重門ほか7名の芋の市を、隣郡西部金谷村、現、岡市戸出西金谷から、現在の金谷町に移住させたため、高岡道基産業の中心となった。現在も千本格子作り、地元では、様の子というの街並みが残り、石畳の道と、相まって、高岡市の観光地の一つになっている。2012年、 平成24年12月28日に国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。種別、芋地町としては初めての選定である。毎年6月に地域の祭りとして前田都市長の遺徳を忍び、御印祭が行われる。高岡市中部、高岡市外地に位置する。町の南西から南東方向に向けて線保川が流れる。北は、 金谷本町、東は河原、本町、中島町、南は横田町一丁目、西は横田町三丁目、昭和町三丁目と接する。北東角の金谷交差点で昭和町一丁目と一点で接している。金谷町の歴史は食住一体で展開されてきた。芋の産業は火災の危険があったため、線保川を挟んで、 高岡城下町と向かい合っている金谷町に7名の芋の師が集められ芋の工場を及び宅地用として、約500坪、東西50軒、南北100軒の土地を与えて優遇した。個々の敷地は奥に長い短冊型になっており、道路面から順に、母屋、背後に中庭を設置、その奥に土蔵そして作業場が建っている。これにより、作業場から起きる火災から母屋への炎症を防ぐ。 工夫がなされている。この宅地は、廃料地や五ン地と呼ばれた。また、芋の白はゴリンジを代々送電する、諸薬を免除される、石書の通貨を自由とするなどといった特権を、明治維新まで得ていた。金谷町に移った当初、芋地らは、日用の鍋、釜といった鉄器を作っていたが、後に、地域の需要に応える形で、同期生産、多彩な金物生産に移行していった。 同期の生産が始まったのは、天保、高貨の頃とされる。江戸時代中期には、芋の死の数は、日本一となった。2005年、平成17年公開の日本映画、8月のクリスマス、山崎正義主演は、金谷町でロケーション撮影が行われた。ロケが行われた建物は、映画資料館になったが、2010年、平成22年3月に閉館。 同年9月12日に金属工芸工房、管家として開館した。1980年、昭和55年頃と比較的すると、2010年、平成22年の人口は3分の1まで減少した。金谷町では住民が金谷町まちづくり検証を定め、まちづくりに取り組んでいる。金谷町通りは1989年、 平成元年度から1991年、平成3年度まで2億3000万円をかけて路面が整備され、見陰石を使った石畳の道路に生まれ変わった。この石畳には銅が散りばめられている。同時に無電柱化とガス等風の街灯の設置も行われた。2008年、平成20年10月25日から26日にかけて金谷町落市が開かれた。 楽市は山岳官民が共催し、石畳の通りや町屋の中に100人の工芸作家が出品した薬船店が飾られ、期間中1万人の来客があった。楽市は高岡同期の職人と工芸作家の交流を生み、町の賑わいを創出に成功した。この楽市は2014年、平成26年現在も金谷町楽市院様のこして開かれている。 金谷町と金谷本町の各一部6.4ヘクタールは2012年平成24年4月富山高岡広域都市計画により伝統的建造物群保存地区となり同年12月28日国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されたなお地区内の伝統的建造物は2013年 平成25年7月10日に2棟を追加され113棟である。石田民の街並みの中ほどには2007年平成19年4月27日に開館した高岡市芋の資料館が所在する。2014年平成26年8月17日に重要伝統的建造物群保存地区内で火災があり。 伝統的建造物指定の二棟を含む四棟を全焼したほか、二棟が半焼や部分焼きした。なお、石田とみそいの千本講師が多く残る家屋への類承は免れた。2018年、平成30年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 毎年6月19日、20日、前田敏長の命日、旧暦5月20日に、金谷町にて行われる祭りで、約400年前に、金谷町を開け町し、石杖を築いた、前田敏長に感謝し、遺徳を忍び、今日まで歌い継がれる芋作りの作業歌、八坂説、矢が、F また早が、えぶを歌い、男性は、ッピー姿に鉢巻き、手に、竹の棒を持ち、 女性は和服に手ぬぐいを持ち踊りがい流しなどを行う。この歌と踊りは重労働と言われた単調な作業が長時間にわたって続くたたら踏みに合わせ疲れを紛らわし調子を合わせ踏み続けるために歌われたもので踊りはたたら踏みの動作を所作に取り入れたものである。十九日の前夜祭りでは午後七時三十分より町内並びに各団体約千人による 八坂カ説外流し、金谷緑地公園での舞台踊りなどが、20日の本祭には、金谷町公民館で神事と、金谷町と高岡市関にある、前田都市長墓所にて、町内の小中学生が、八坂カ説の奉納踊りを行う。2006年、平成18年には、と、山の文化財百選、と、山の祭り百選部門に選定された。 石田民の街並みの中にある民家を改修し、2007年、平成19年4月27日に開館した、高岡の芋の資料を集めた資料館、金谷緑地公園側からも入館できる。無料と有料ゾーンからなり、無料ゾーンには芋の製造に必要な道具や胃型などが展示され、たたら製鉄に不可欠なたたら、踏みや、運ぶ機構、 箱不意語などを実際に体験できる。有料ゾーンには、製造道具、これまでに製造された、日用品の芋から美術品、歴史や製造に関わる資料などが展示されている。2013年、平成25年3月20日には改修し、リニューアルオープンしていい。なお、芋の資料館所蔵の1561点の資料は、高岡芋の製作用具及び製品として、 2011年、平成23年3月9日に、国の登録有形民族文化財に登録されている。金谷町の石畳の通りから少し外れた、金谷本町の一角、現在は、パチンコ店駐車場内に、旧南部駐造所の、旧ポラ、洋光炉と、滑形煙突が残されている。明治末期まで、洋鉄や洋道は、古来より伝わるタタラを踏んで火を起こすタタラ鉄の、 方法を用いていたが、たたら踏は重労働だったこともあり、明治期に入ると、金谷町でも、より近代的な西洋横路キューポラがいくつか、建造された。その後ほとんどのキューポラは役目を終え、取り壊されていったが、旧南部中蔵所のキューポラは1924年、大正13年に建造され、2000年、平成12年2月まで使用された唯一現存するもので、2001年、 平成13年10月12日には、国の登録有形文化財に登録された。千歩川に架かる橋、京明にちなみ、両歩道中央に、向かい合った一帯の高さ2.75メートルの金色鳳凰像が、高岡市政100周年を記念し1984年、昭和59年に設置された。作者は、日展理事長を務めた長崎市出身の彫刻家、 富永直樹で上流側がオス、下流側がメスである。なお夜にはライトアップされる。大鳥なる京左岸にある公民館。屋上には1984年、昭和59年に設置された前田都市長の兜を模した三角屋根に励みの金がかかり、時を告げる。仙保川沿いにある芋の工場跡地にある。 前掛け家紋の梅鉢紋の形を模した公園。高岡芋の発祥の石踏みや、一角には、与謝野秋子と夫の与謝野鉄官が、1933年、昭和8年11月に、高岡を訪れ、金谷町に立ち寄った際読んだ区などのほ他、矢坂節矢が、F や芋の作業の像が立つ。金谷町の観光用駐車場も兼ね、高岡市芋の資料館の無料展示ゾーンを通り、 石畳の街並みに向かうこともできる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。